劉雲祥は1909年曹州王子鎮周北東村の名家に生まれた。幼少の頃は父親の故郷である張耀霊より体祖剣と瞑想芸を学んでいた。当時曹州は武術の里と言われるほど武術の盛んな土地で、多くの名人を輩出していたが、劉雲祥の父親は当代一の武術講師の誉れ高い真宗李処分を自宅に招き、7歳になる息子に八極拳と飛花掌を学ばせた。その後十数年にわたって李処分の武芸を学んだ劉雲祥はこうなり、李処分について山東省へ赴き各地で試合を行ったが、一度も遅れを取ることはなく、いつしか山東昭和王と呼ばれるようになった。その後山東省高原の長城郷将軍の招きで彼の式部に統縮することになり、そこで六郷灯籠門の定制や八家門の九宝殿からもその技芸を学んだ。1936年には天津で日本剣道の講談者であった日本軍将校太田徳三郎と剣術の試合をしてこれを打ち負かした。その後抗日戦争が始まると劉雲祥は士官として参戦したが、その陰で卓越した武芸の腕を買われ、極秘裏に諜報活動に従事した。その時の暗号名は天字1号といい、その技量は高く、彼の活躍は映画化されるほどであった。1949年国民党に従って台湾に渡り、軍の要職についていたが、50歳を待たずに引退し隠棲した。その後六郷灯籠門の張翔さんと出会い、それが縁で武術界での活動を再開することとなり、そしてその技術は高く評価され相当の自衛の訓練にも当たった。1971年には普段国術推行中心の前身となる武術訓練班を創設し、弟子の育成にあたり多くの優秀な弟子を養成した。弟子の中では梁貴寺、徐貴、蘇育祥が傑出しており、特に蘇育祥は前伝師と呼ばれるほどの訓風が高く、後に八極灯籠門を創始した。1991年行政により劉雲祥は40年ぶりに中国を訪問した。しかし訪中の疲労から台湾に帰った後心身ともに優れず、翌年1月24日武術界の巨星は永眠した。